ケンイチです。動画のご視聴ありがとうございます。今回はですね、オデッセイの話を久しぶりにしていこうと思います。映像には本当に関係のない話にはなってきますので、本当に耳だけ貸していただけたらなと思います。最近またオデッセイが話題になっているというところでですね、最近のネットニュースとかですね、オデッセイの記事とかが入ってくるようになってきて、中国のオデッセイもしくはですね、エリシオンが日本に入ってくるという逆輸入でですね、そしてですね、また販売されるということがですね、ネットニュースでよく見るようになってきました。いろいろとニュースの情報を見ていると、2023年の冬頃ですね、ちょうど来年の今頃の時期になるんですかね、中国版のオデッセイがですね、日本で販売されるというようになっているということで、この情報はですね、現時点ではほぼほぼ確かだということですが、今後のですね、そのホンダの経営の方針によっては変わることもあるかもしれないんですけども、オデッセイをですね、再び販売してほしいという声が多いということで、その対応としてですね、中国のオデッセイを持ってくるということで、ちょっとですね、中国のオデッセイについていろいろと調べてみました。もちろん中国版のオデッセイが来るのかエリシオンが来るのかはまだ全然わからないんですけども、どちらかが来るということで、どちらが来てもですね、すごく楽しみな話題ということにはなります。で、最近のオデッセイはですね、中国の方ですね、エリートエディションという高級モデルができまして、それが4人乗りになっているんですよね。この4人乗りのバージョンもですね、日本にやってくるかは不明なんですけども、やってくるとしたら7人乗りは確実に販売されるということにはなると思いますので、そちらの方でですね、グレード展開とかいろいろと見てみました。で、まず中国で売られているオデッセイはですね、ガソリン車がないんですよね。いろいろなグレード展開はされているんですけども、それぞれですね、ネット上で調べてみたところ、ガソリン仕様がなくって、全部がですね、EHEV ですね。中国のサイトを見てると、3世代 iMMD という風な感じで書いてあります。ですので、ホンダ自体が電動化していくということも言っていますし、ガソリン車の使用はなくなるのかなといった感じですね。中国のものからですね、わざわざガソリン車を作るということも考えにくいので、ガソリン車のオデッセイが欲しいという人は残念な結果になるのかもしれません。これも予想でしかありませんが、中国で売られているオデッセイはですね、全てがハイブリッド仕様ということになっています。なので、ガソリン車のオデッセイが欲しいという人はですね、新しい車を待つというよりかは中古車を購入するしかないといった感じになりそうです。中国版のオデッセイのですね、いいところはたくさんあるんですけども、まずプレミアムクレードルシートがですね、ドリンクホルダーの位置が最適化されています。中国のサイトを見てもらったらわかるんですけども、プレミアムクレードルシートの間にですね、ドリンクホルダーが折りたたみで格納されていてですね、手が届く範囲にですね、ドリンクホルダーが設置されています。そして、右側というか内側のアームレストのところがですね、手が置きやすいような加工がされていたりとかですね、ちょっとしたものなら置けるんじゃないかなっていう感じの加工がされていますので、プレミアムクレードルシートの使い勝手はですね、日本のものよりかは段違いにいいはずです。そしてグレードによるんですけども、プレミアムクレードルシートはですね、一部電動シートになっていて、調整ですね、どこまでの調整が電動でできるかっていうのはですね、わからないんですけども、背もたれとかをですね、電動で動かすことができるグレードも用意されていますので、プレミアムクレードルシートって結構重たいので、これが電動で動かせるというのはですね、かなり嬉しいというかですね、このクラスの車だったらついててもいいんじゃないかなという装備がですね、最初からついているグレードも用意されているということになります。そしてサンルーフもですね、装備される車もあるということで、もしかしたらこれはオプションになるのかもしれませんけども、サンルーフをつけたい人にとってはですね、ありがたい装備ということになると思います。そしてオートマチックのですね、シフトレバーは日本のやつはですね、従来式のやつが採用されてるんですけども、中国版のオデッセイはですね、
今のステップワゴンとかと同じような感じでですね、スイッチで切り替えるようなものに変わっております。そのあたりがですね、日本のオデッセイとは違う中国のオデッセイという感じですね。インテリアは確実に中国版の方がいいので、さらに良くなって日本に入ってくるみたいな感じになると思います。そして走行性能の方なんですけども、この第3世代の IMMT というやつがですね、日本でいうどのタイプのやつかですよね、それに分類されるかはちょっとわからないんですけども、中国のオデッセイのサイトを見てるとですね、まあ、その中でですね、映像が流されてるんですけども、そこでパドルを操作してる映像がありますので、回生ブレーキを調整できるようなやつですね、それがですねついてくるんじゃないかなということが予想できます。これはですね、つくとつかないでは乗り味が大きく違うと思いますし、減速セレクターがついているとついてないでは走り味が全然違うと思うんですよね。これがついてくるというのはかなり大きいです。中国版のオデッセイはですね、この RC 型だったらこの部分を改良してほしいなと思っていた部分がですね、結構改良されているんですよね。そしてそれが日本に入ってくるとなればですね、まあ、オデッセイの完成形って言ったらいいんですかね、 RC 型の完成形みたいな感じの車が入ってくるということになりますので、まあ、これはですねかなり買いになるんじゃないかなと思います。そしてこのオデッセイの価格がですね、為替相場にもよって変わるとは思うんですけども、一番安いグレードで450万2000円ぐらいからですね、そして装備が充実しているやつですね、プレミアムクレードルシートが電動になっているとかですね、そういうやつになるとですね627万7000円ぐらいになるということで、かなり高い値段になってしまいます。中間グレードでも500万ちょっとということにはなると思いますので、なかなか手の届かない車になってしまうなといったところが印象ですね。まあ、僕の車がですね、オデッセイハイブリッドの前期型ということで、ハイブリッドになった最初の車のやつはですね、400万円台で買うことができたんですね。400万前半ですね。で、買うことができたので、まあそこからですね、プラス100万、200万という世界になってきますので、なかなか普通の人だと買うことができない価格になってくるなみたいなところがあります。正直ですね、今の現状ではですね、新しいオデッセイが発売されて買い替えたいなと思っても、まあ、買い替えることはまず難しい価格ですね。僕の現在のですね経済状況だと買い替えることができませんが、ただですね、中国版のオデッセイが日本に入ってくるっていうのはすごく楽しみですよね。まあ、オデッセイかエリシオンになるかっていうのはわからないですけども、まあ、日本のオデッセイよりもですね、さらに良くなった車が入ってきてくれてですね、本当にかゆいところに手が届いてるみたいなものが入ってきてくれるので、まあ、今回ですね、日本のモデルはですね、RC 型のその後期型のオデッセイハイブリッドでですね、オデッセイの EHEV ですね、それが最終形になってですね、完成形という形になりましたけども、今の現状のまま中国版が輸入されるとしたらですね、 RC 型のさらに進化したモデルがですね、日本に入ってくるということなので、かなり楽しみですし、見てみたいなと思います。もしかしたらまた改めてですね、フルモデルチェンジみたいなものをして、それを日本に入れるっていう可能性もあるのかもしれませんが、まあそれは定かではないですよね。日本のですね、オデッセイがなくなってしまった時は、もうこういう風なミニバンが、ホンダのですね、走りのいいミニバンがなくなってしまうというすごい悲しい気持ちになったんですけども、やっぱりですね、同じことを思う人が多くいてですね、そして後期型も結構売れていたと思いますので、このオデッセイのラインをですね、ホンダがちゃんとまた販売してくれるというのはすごく嬉しいと思います。日本仕様にして販売するときは、中国仕様の左ハンドルから右ハンドルに変えないといけないということもありますし、エリシオンが来るかオデッセイが来るかっていうのもわからないですし、来年の今頃に販売が予定されているということもありますので、
今とはですね、また違った形のオデッセイとかがやってくるのかもしれないということですが、どんな形であれですね、ホンダからオデッセイがまた復活して販売されるというのはすごく嬉しいですし、待ち遠しいです。値段を考えるとですね、もう手の届かない部類にはなってしまうので、買い替えることはできないとは思いますけども、今乗っているオデッセイを大切に乗っていくことにはなると思いますが、何かのきっかけでですね、新しいオデッセイを買うことができるかもしれませんので、新しいオデッセイの情報をですね、楽しみに待ってみようと思います。それでは今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。